それでは批評の時間です、うん。やらないじゃん。何を聞いてたよ、選手。何だろうね、ここで、マスダのお箱、美空ひばりさんのモノマネ披露したでしょ、てっきり、マスダの何時に出るかわからないひばりが始まるかと思ったらさ、やらないじゃん。やらないですよ。何愛の解禁情報って。しかもさ、マスダ他にも、織田裕二さんとか、ガンダムのアムロとか、大沢ゆりさんとか、あとヒラリーさんの顔真似とか、いろんなレパートリーやったのに、全部カットしたでしょ。今しますよ、相変わらずここのスタッフはずれてるよな、ポイント。普通カットしないよ。スペシャルウィークの結果も聞いたよ。1位だったんだって？調子に乗らないよね。たまたまだから。うちの宇垣もいたけど、やっぱり中村静香さんが可愛かったおかげだからね。まあね。12月は恒例のやつをやるのかどうか知らないけどさ、今年は、マスダのモノマネエクスタシーにした方がいいって。この流れだったらこれでしょ。乗っちゃえよ、この流れに。ずれてなきゃやるよ、普通。流れないですね。な。まあ、12月のスペシャルウィークはどうなるかわかりませんが、マスダのモノマネエクスタシーになることを期待して、それでは、最初のステイチューンです。東京都狛江市、40代の男性からいただきました。ありがとうございます。ああ、ああ、ああ、聞こえてるか？おいら、バカの中でもトップクラスのバカしか入れない秘密組織、青空風船クラブの頭にラッパ、のせ太郎レース。あーやべえ、おい、おじ柳、聞こえてるか？違ってる名前。寒くなってきたのら。ん？寒いってなんだ？暑いの反対か？この前、友達のカエルの冬眠を手伝っているとき、お前らのラジオ聞いたぞ。おじ柳の柳の方が、また言葉の最後に、ラをつけてたろ。何の話をしていたかはわからないけど、時計の針が2のところとどっかにいたとき、この作り方ら、と、ラをつけてたのら。すぐ友達のカエルに、こいつらも同じ青空風船クラブの一員なのら、と自慢してやったぞ。カエルも羨ましがってたぞ。来月あたりには、恒例の冬眠したカエルを掘り起こす会をやるから、柳も来いよな。待ってるのら。基本的にどんな蕎麦でも美味しいと思ってしまいます。蕎麦に解説。でもこれも、この作り方だ。続いてご紹介します。千葉県千葉市。ラジオネーム。俺のポコチンがこんなにぶっといわけがないさん。42歳の男性からいただきました。ありがとうございます。おい。おい、おぎ。名前を呼んだら、郷ひろみみたいに、D って言えって、いつも言ってるだろ。おい、おぎ。リー。おい、おぎ。リー。おい、おぎ。リー。お前、ほんとしょうもねえな。お前さ、先週の2時30分頃に、ロサンゼルスを LA って言ってるやつ腹立つって言ってたよな、だけどお前さ2年前普通に LA って言ってなかったコロコロ変えてんじゃねえよ。おい、おぎ、ちゃんとリーって返事しろって。リー。おい、おぎ、リー。おい、おぎ、リー。
あ、ヤギ。リー。あー、殴り手。というご指摘をいただきまして、まさかそんなことはないだろう、と思い、こちらで調べてみました。まずは、先週の放送をお聞きください。まあ、LA だよね。外人がロスって言い方しないからって意味で LA って言うらしいんだけどさ、外人に習ってさ。なんで腹立つんだろうな。LA 行ったんだけどさ、って言うと。LA って確かに未だに腹立つよな、言ってるやついると。なあ。そして、2014年7月31日、2時37分。この時流行っていた、アマロスという言葉について質問された時の、小木さんの回答をお聞きください。小木さん、八木さん、小木さん、こんばんは。僕は未だにアマロスから抜け出せず、アマロスわかるね。わかんない。甘い LA の、なんだろう、夜だよ。夜甘い夜でしょ、LA の。の思い出でしょ。でもさ、ロスと、ほら、ややこしくなっちゃうからね。はっきり言っております。しかも、何度も。それも、使い慣れた感じで。この感じからすると、普段は平気な顔をして、LA という言葉を使っていると思われます。ラジオネーム、俺のポコチンがこんなにぶっといわけがない様。小木さんに代わり、この一貫しない発言をお詫びいたします。大変申し訳ございませんでした。続いてご紹介します。埼玉県所沢市、ラジオネーム、くんにくんにレボリューションさん、28歳の女性からいただきました。ありがとうございます。え？え？まだスペシャルウィーク続いてます？もう結構前の話かと思ってましたけど、まだ女性に小木さんの魅力を伝えるスペシャル企画続いてます？前に放送した時、変わった人を演出する作戦として急にペットボトルを潰すってやつをやってましたよね。あれまだやってるんですね。2時46分批評の時間にくしゃっとペットボトルを潰す音が聞こえました。てっきりあの日限りの遊びかと思ったら、あれマジだったんですね。ってことは矢作さんのスタッフのメガネを割るってのもマジじゃないですか。行ったよ。はい、けんちゃん。アポーペーン。けんちゃん。アポーペーン。うるせえよ、バカ太郎。週刊おぎやはぎ批評、今週はここまでです。やってたね。しかし LA 発言は、それはね、多分普通に LA って言ってたんだね。アマロスのロスとかかっちゃうからね。言い慣れてたね、これ出ちゃう。それは2年前はだから言ってて、小木もちょっと最近気づいたのかな。違う違う、ちょっとダサいってことで。違う、言ってない、元々本当に。まあ確かにね、2年前ぐらいだったらまだ良かったかな。5年前に言ってたらまだ許せたかな。そうですね。いやいや、でも言ってないから、そんなダサい水言ってないよ。ね、最近気づいてくれたのかな、じゃあ。違う。やばいってことにね。そうですよね。やばい。そんなことないね。ねー。うん、LA ね。LA 言わない。いや、言わない。ええー。まあ、1位だったんだね。何、1位？聴取率が。ああ。なんかね。ねえ。小木のね。俺の魅力で1位だったんだ。はい。まあ、調子には乗ってませんけどね。単独1位なの？よろしいね。すごいね。なんか、まあ、知らなかったけど。まあ。